んだよね。何かいい方法ないのかな。ないのかな。こんにちは。こんにちは。いつから出たの？あ、今降りてきました。上から？どこからでしょう。でもね、そんな時に、うん、2人の、インターネット電話がスカイプっていうのがあるんですよ。インターネット電話スカイプ。スカイプ。はい。でもパソコンとか苦手なんですよね。うん、難しいよね。でもインターネットを使っていってもパソコンじゃなくて、あ、ここにあったこれ、これタブレットとか、うん、スマートフォンとかでも使えるのがスカイプですよ。結構手軽なんだね。はい。でもお金かかるんじゃない？なんとスカイプは一部有料のサービスありますけども、普通にテレビ電話として使うのには無料で使えます。無料で？はい、無料で？無料です、ね、でも電話ということは声だけ、音だけなのかな。音だけだとなんかね、味気ないっていうかね、不便ない気もするんだけどな。パソコンとかスマートフォンについてるカメラで自分の姿を撮りながら通話先の人も同じようにしていただくと、テレビ電話のようにお互いの姿を見ながら話すことができます。テレビ電話みたいにできるんだ。じゃあ、はい、表情だとか指の動きとかも見えちゃうんだ。見えますね。すごい。やりだけでもいいけど、うん、先生のアドバイスとかも聞けるといいね。そうだね、2人じゃなくてね、うんうん、大丈夫。スカイプはなんと10人同時通話ができます。10人です。それは便利だね。みんなでレッスンできるんだ。はい。へー。ということで私はちょっと帰らなきゃならない。あ、ここで失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。ね、でもどっから来たんだろうね。ほんとね。じゃあ早速スカイプ使って練習してみようね。ね、今度やってみよう、うん、じゃあ今日はこれで、はい、ね、また頑張りましょう。はい、さよなら。さよなら。そういうわけで、情報通信できたのでね、我々の話が始まりましたけども、できるかな。面白いですね。はい、すごいですね。いやでもね、便利な時代になりましたね。普通ね、レッスンとかってこう先生とマンツーマンとかフェイスフェイスでね、合わないからですけど、今もうここに向こう側でも来ちゃう。まさにどこでもドア。どこでもドアですかね。そうですね。そうですね。パソコンここにありますけど、まさに向こうに。そうそうそう。そうですか、ありますね。どこでもドア。本当だ、面白い。そういうもんだ。そうですよね。はい。で、今日はね、そういうインターネットを使ったね、面白い試みをいろいろご紹介したいと思いますんで。では、もう一度、質の、中浜さん呼んでみようかな。はい、中浜さん。スカイプね。私使えるかな。ちょっと電話してみるか。これかな。
願いします。はい、最初の音、ちょっといいですか。はい、最初の音はもっと力強く一応目からしっかり引きましょう。はい、いきます。はい、こんにちは。堀内さん、はい、アンサンブルのレッスンしましょう。はい、今、仲間さんも。仲間さんも繋がっているんですか。仲間さん。堀内さん。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、いつもの練習曲を弾きましょう。仲間さん、お願いします。先生、初めからですか。初めから行きましょう。はい。お願いします。はい。ということで、この最初のね、はい、最初のコーナーは先生と二人でしたけど、はい、今度3人でね、やってみました。下の話は多分10人もいくので、10人もいくのか。10人もいくのか。10人もいくのか。やってましたね。本当だ、そうだ、そうだ。10人も出てきて、いやでも最近それができてるのも、もうまあ、インターネットがあるっていうのがある。インターネットが出てますね。そうですね。10人出ますね。そう。近場じゃなくて、今我々の発祥から、市内だけじゃなくて、それから、ね、ヨーロッパや南米とか、どうしたからね。南米とか、あれ、収容の裏側ですよ。はい、ねえ、それで、あの、だいぶ、インターネットが速くなってて、ね、はい、それで、ね、ビューに行ったとかね、人の話がやったら、本当に映像を行ったりしてたのが、もう、いっぱいある。多少、タイムラグがあるんですよね。多少ね、あのね、ちょっと、少し慣れてしまえば、ほぼ電話のように使えるということで、はい。非常に面白い試みですね。実に面白いということで、はい。
スタジオの方ですね。そうですね。じゃあこれから出さなくて。はい。はい。それではですね、改めまして、インターネットを使ったこれからの新しいカルチャースクールということで、今は寸劇仕立てで。実践編を見ていただきました。ここからはですね、せっかくキャストの皆さん、そしてスタッフの皆さん揃ってますので、気軽にちょっと座談会をしてみたいと思います。じゃあまず実際にレッスンを受けてみたら、小林さんどうですか？はい、本当に仕事が忙しくてというか、それは理由ですけれども、並んでいてもちょっとね、離れたところだと定期的に行くって難しかったりするので、こうした形である意味顔を見て練習できるというのは緊張感もあるし、あと音がねちゃんと流れてくるっていうことで合わせたりっていうので面白いですよね。中野さん、いかがですか？自分でいざ自宅に帰って練習してても、あれ、この時どう言ったんだっけなって忘れちゃう時あるんですよね。で、自分の思い込みでそのまま間違ったまんま練習しちゃう時があるので、なんかそういう確認の意味でもなんか使えるんじゃないかって今日思いました。復習というかちょっと忘れちゃったところの本当にワンポイント。あります。だけどその次のレッスンまではちょっと伸ばせないなっていう。その間違ったまま覚えてみちゃって、こんな感じでいいんだっけみたいなのまんまは時間の無駄になってしまうので、もう一回ちょっと確認して。電話だとちょっとやりづらいかなっていうのは、メールだとねできないし。あとやっぱり遠くに離れた人とアンサンブルできるっていうのはやっぱりすごいなと思いますね。なかなか時間を合わせて集まるっていうのも難しいですよね。その2つが今、すごくいいなと。教える側の高山さんの方は、はい、なかなか英語だとね、ちょっと交通費もかかるし、いられないなっていう人は多いと思うんですよね。これだったら、ね、何件か離れてて、ちょっとレッスン受けようかなって、遠距離レッスンができます。それは例えば、初心者の人とかでも受けられたりするんですか？基礎的な部分っていうのはね、どうしても、マッツマンでね、メットもかってやらないと難しい部分があるので、その基礎の部分が終了した人はね、使える。さっきの仲間さんみたいにちょっと忘れちゃったとか。そうです、そうです、はい、あとここをどうするのっていうのがね、実際映像も出るので、そこの指の使い方おかしいよとかね、そういうことにもいけると思います。あ、そうか、映像が出るからね。上の角度が違うとか、上の角度違うとか、あとはチャランゴなんかだとね、指の分子っていうんですけどね、分子が違うよとか、それだとメールとか電話ではちょっと伝えられないですね。難しい。なかなか、だから文字だと思ってることと相手が送ることって違うから、実際映像だとそこの指が人差し指の中に逆とかっていうのは、実際目で確認して、アドバイスできる。先生の指を見せてやれば分かりやすいです。そんなことまでできちゃうとすごいですね、本当にね。画像もクリア、綺麗だし、音も、すごくいい音で出てくるので。それはレッスン受けてる2人もそうですか？音とか、音声とか映像っていうのは大丈夫ですか？大丈夫でした。音はね、結構はっきり聞こえてきますしね。トニさん、大体リアルタイムやはり、少しタイムラグはあるので、なんていうかね、距離とか、あとは回線の速度とかによって、全くリアルタイムではないんですけど、それはやっぱり、スカイプ使ってる時点で、感覚として受け入れられる範囲だと思います。ただ、それでこそ、ちょっと初心者だと難しいのかなっていう、昨日初心者としては、
難しいのかな、それだと。そうですね、うん、もう行けなかったらね、もう本当に微妙な角度で、うん、変わってくるので、それはもう、うん、画像の中で判断をしづらいかな、うんうん、この角度だよってちょっと手を添えてあげないとならない部分は、うんうん、ちょっとね、サイクルレッスンでは難しい部分があるんですけど、うん、そのポイントさえ覚えてしまえば、これはかなり活用できると思います、うん。今後通信速度がもっともっと速くなって、画像も音ももっとこうリアルタイムに出てきたら、もう最初からできるようになる時代が来るかもしれないですね。そうだよね。今後そこにいるような感じですね。その辺、河野さんどうですか。例えばたまたま今回はスライドというツールを使いましたけど、はい、これからこう何か使われるようになるツールがあるけど、どういうふうに発展していくかなとか。そうですね。まあ。ね、めっちゃ強い話を送るんですけど、やったんですけど、スカイプとか概要的なところから入ると、大企業とかで例えばなんだ全国にこう支社が、うん、本社が東京なんていうと、例えば支社長会議っていうと飛行機とか使って一回に何百万かかるわけですよね、交通費だけで。それをこういうインターネットの会議とかでもうほとんどコストゼロで会議をやってるっていうところも実際にありましたけど、そういうところから、まあそれはもう本当にね、ただ導入するのに1000万とかかかるものだったので、やはり今スカイプとか無料で、あと10人まで一緒にできるので、今なんですと、そうですね、こういうスクール系とかもありますし、あとはいろいろイベントとか趣味とかの打ち合わせとか、私もね、スキーマーママなんかはいろいろいたんですけど、まだスカイプはなかった時代でしたけど、東北から大阪あたりまで仲間がいて、じゃあ今度の週末どこ行くって話がちゃんとやってたんですけど、今これだったらね、本当にどんどん話し、顔も見てね、そうですね、話できるし、あとはね、こういうインターネットとかの世界だと、なんていうんだろう、まあ我々の番組作りも通常は最初から集まってパーソナリティがよかったら、この5人が集まって喋るわけですけど、みんなが自宅でこうスカイプで話し合ってて、誰かスタジオというか本部がその5人の顔を全部並べたやつを外に配信するっていうような方法を使っている開発があるところもありますからね、本当にそういう多少の感覚とか、あとはやっぱり何も伝わらないんですごい微妙なところとか、そういうところだけちょっとこう差し替えようね、覚えて使えば本当に素晴らしいものを無料で、別にスカイプなんか頼まないで使えるものだと思います。やっぱりこれはスライプ以外にもたくさんいろんな、なんかアプリケーションがあるんですか。今いろんなの出てて、そうですね、結構人気上がってるのが Google のハンドアウトかな、それなんかは私の周りに使っていると思うんですけど、やっぱりまあ、電話みたいなツールじゃないですか。そうすると、使ってるユーザーが多い方が便利なんですよね。誰かが使ってるとかってね、LINE なんかはだから、今、若い人とか、なんかのグループだと、じゃあこのグループに入るんだったら、LINE にも入ってくださいとか、理由で決まりがあるところもあるし、まあ、ただ、最初ね、そういうふうな使うツールが、必ずスマートフォンの中にも、仕事用はこれ、家族はこれ、友達はこれ、新しいグループ入ったらないとかって、だんだん見ちゃう煩わしさはあるけれども、ただそういう、使っているのをユーザーに、どこに、グループに何でか使われているところを、カルチャーゲームはスカイプが多いのかね、とか、そんな感じがしますけど、オタクって言ったらなんか、ね、怒られるのかな。機械自転車とか、それは今、Google のハンドアウトを使っていると結構いいような気がします。若い人とかね、大学生の頃はやっぱり LINE とかが入ってるんですよね。まあ、そういうふうに
住み分けはある程度の大体できる内容としては大筋のところは一緒じゃないですかね、うん、で例えばこういうインターネットのツールを使うというとどうしてもこう若い人にねターゲットしてしまいますけど、うん、さっきもねちょっと事前に打ち合わせをしている時に設定とかもやっていましたけどそんなに難しい設定じゃないですよ、ね、あのむしろ我々もね、毎週とか毎日とか、ニューストリームとか、今ご覧になっている方はニューストリームだと、ニューストリームで番組配信するよりも、スカイプで、うん、テレビ電話する方が全然ボタンを押さなくて少ないっていうか、だからね、スカイプを起動させて、通話を始めて、ビデオ、絵を出すボタンを押す、ボタン3つを覚えるだけです。ね、郵送にものはずっと難しいって言ったら郵送に行ったら呼ばれないその手軽さが、うん、例えばその楽器を習いたいとか、ね、スキーをしたいとかこういうそのきっかけとしてはね、簡単に誰でもできますよ、うん、しかも無料、ね、楽器を覚えたいのにそれのために難しいパソコンの操作とかを覚えたいっていうんだったらば、いやね、無駄な時間使っちゃいますからねしかもね、これだけスマートフォンとかが流行ってると、そんなに操作に対して世代間のその差っていうのはないんじゃないですかね。やっと最近になって、インターフェースっていうんですかね、昔パソコンの頃だと、こうメニューから階層的にこれを呼び出して、これを呼び出してっていう感覚があったじゃないですか。今は画面にアイコンが並んでてそれを押して操作するっていうものに感覚がこう置き換わってきてると思うんですよね。だからこれからはますますなんていうんだろう、うん、スタートボタンを押して全てのプログラムからスカイプを押してっていうんじゃなくて画面にある青いスカイプのボタンを押してで済むから、そこら辺はねやっぱりこういう感覚が馴染んできてる人が人口の割合からしても多いんじゃないですかね。ということは、気軽に使われる人が増えているということで。今日スタッフをしてくれているガリレオさん、いかがですか？いやさっき僕まだ使ったことなかったんですけど、ね、こんな風にできるんですね。便利かなというか。ね。僕もお金でやってるから、ね、やっぱり毎週みんなで集まって演奏するっていうのがね、すごくやっぱり練習になるんで、それが時々、あ、今週行けないやなんか時にちょこっとね、やれたらすごくいいと思います。あ、確かにね。ラッチョさんはいかがですか？いや、今週行けないやっていうのもありましたよね。ラッチョさんやってないの？例えば、出張してますみたいな出張してて楽器を持って行ってこれタブレットがあればできちゃうという参加できますよね。で、トイレがホテルでワイワイが繋がってますから、ね、ああ、いいね。そう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 、だからやれちゃうんじゃないかなと思います、ね、どこでもレッスンですよね。今日は楽器を忘れずにそう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 ただ歌うだけとかでいいけどねでもまあ本当にちゃんと用意されてればどこでも何でもできちゃうみたいになってるっていうのがねすごい。これからのね発展が楽しみですね。もっともっとこうやりやすくなるんだろうな。でしかもさっきトムさんが言ったように最初はやっぱり電話会議とかっていうビジネスの場で使うものだったものがこれがなんと趣味の方にはね広がってるっていうのが面白いかなと。そうですね、この広がりが後ろにコントラバスだけど、あれの視聴席もそっちの方が大きいわね。そうです。ラッチョさんは海外出張で楽器持ってくるの？そうですよね。海外の場合はあれですよね。ちっちゃいのやっぱりは手持ちで。コントラバス持ってくる。そんな大きないですよ。そうですね、どんなのがいいかなと思って
だハンコ先生が山の中に行って、はい、これは何々さんですとかって、あ特徴はね、深くね、見せることができますよね。山の中でかなり凍ってきてしまう。そこが間違いないからね、いいですよ。まあ、受験という意味では、いろんな形で使えますよね。簡単にね、それは、スマホとかタブレットでできてしまう。僕ね、面白いなってやってみたいなと思って、やってみたいなって面白いかなと思ったのは、お料理教室。ああ、お料理教室、そうなのね。金曜日やりますよ。やるんですか？ジェネッツさんのブラジル作りになってる。中継。あ、中継で、実際にこんなところで報告しちゃいました。最後、親に世界中に報告しちゃったんですよ。ここでできるから。お料理教室いいですね。手元もこうね、映せるし。味わったらやらない。味わね、うん、そればっかりはね、書き回し方こんな感じなんだったからね、うん、文字で書いてあるのか分かんないね、分かんない、うん、お醤油少々は、あ、お醤油こんなもんかあそうだよ、女性だとね、毎日やってれば、なんとなく分かっても、うん、テレビだったら、まあ、先生には分かるんだけど、自分のが合ってるかどうかってね、先生でいいと思わないから、何々さん、ちょっとお醤油多いですよって言ったら、あ、ごめんなさい、みたいななんか気がするのはありか
たら、うん、先生すごい眠そうかな。Yeah.
まあ本当に最近ネクタイですからね、ですよ、本当にいろいろね、テレビ電話じゃない、電話会議から始まって、それがまあ、身近な、ね、あのところに行って、もっともっとね、まあ、速度が便利になるのはもちろん大事なんですけど、もっともっとこう、例えばパソコン使ったことない人でも簡単に使えるとか、おじいちゃん、おばあちゃんでもできちゃうとか、っていうような、風にも発展してくれたらいいかなと思ってますね、そうすれば皆さんがこう気軽に、孫はなかなか会いに行けないけど、孫もなかなか来てくれないけど、タブレットがあれば孫に会えるみたいなのがあったら、ね、なかなかいいんじゃないかなと思いますけどね。リレオさんはいかがですか？ガッツもいい話してくれるんでね、高校レッスンやるときにこの白衣着たらね、パンツだったりとかね、いいものでのが、こう着させたりとかするとまずいなっていうのとか、いや僕もなんか着てたんですけど、フェアが着てないのがいいみたいな。フェアが着てないから、カメラの前でも綺麗に着とかなっちゃったから、あ、でも顔がなんか大きくなってきたら、ね、ガリレオだから。それがここ、MM9さんで、コスプレイヤーの人たちがこうね、写真撮ったりする場所なんで、自分もコスプレしなきゃいけないのかという勘違いをしておりまして、持ってきてしまいました。で、あと、一緒に行くときは楽器を持っていくというのが大事なことですね。メモですね。はい。以上です。じゃあ、スクールということで番組をお届けしました。場所はスタジオ MM9 さんよりお届けいたしました。